夢空港案失礼しました。TBS 夢空間スポーツ、はい、KBC ラジオ夕方じゃんじゃんに出演しております。はい。いますね。もう皆さん知ってるでしょ、会場の皆さんね。もちろんご存知ですよね。待ってましたと言わんばかりに楽しみですね。はい。では登場していただきましょうか。はい。ブルーリバーのお二人どうぞ。どうぞ。Come on! Now, everybody, it's time to jump! どうも、お願いします。ブルーリバーです。ブルーリバーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、記者会見ばりにカメラが並んでますけども。これは誰のあれしてるんですか？アイドルがなんか来るんですか？あ、ハンベ。いや、ブルーリバー撮る。ブルーリバー撮るため。嘘でしょ。嘘つきなさいよ。嘘です。嘘、いや、嘘ですが早いよ。もうちょっとあるでしょ。いや、だってすごいカメラですよ。ね、このカメラ持ってたら一番前じゃなくてよくねっていうぐらいの望遠のやつ。アイドルの子たちが。カンベガールズや。あ、そうですね。ね。そうか、カンベガールズ。あ、違う？え？を待ってるわけですよね。アイニャ、アイニャ。アイニャを。あ、ジェイ・グランツ、まさかの、いや、男ん子やん。アイニャと MC、綺麗な子いますよ、お二人で。あ、私ですか？ね、35歳独身。あ、35歳。35歳独身の子取り来たんすか？いや、え、バレイ、バレイですか？いや、悪くないですか？いや、悪くないけどさ、でしょ？いや、数字だけ聞いたらまあまあババやなうるせえ、ババ言うな。ちょっと、ね、びっくりしたよ、ま、だいぶ年下と思ったら、ね、そんな世代一緒だったっていうですね。あ、中西さんや。中西さんですね。リマジョートリニリマジョートリニ ね、なるほどですね。いや、すげえ、こんだけカメラ撮るのでこんだけいじられとるのに一言も発さんおじさんもおるしな、ね、こんだけいじられて、僕らこのね、ネタ&トークって書かれてるんでね、ネタ&トークですよ。ネタの前にちょっと喋らないと、ちょっと喋りましょうよね。ちょっと聞きますか、はい、我々ブルーリバーと言いましてね、お笑い芸人やってるんですけども、ブルーリバー少しでも聞いたことあるよ、見たことあるよっていう方、どれぐらい歌詞には ありがたいな。ありがとうございます。ありがたい。いやね、本当に嬉しい。あったかい。嬉しい限りです。歌詞はあなたね、旧三大なんで。そうですよ、僕旧三大に通ってましたんでね、うん、あの歌詞はよく来てましたけども、うん、でもあの頃よりもどん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 栄えてますよ。いや、今日も出たら工事すごいしてましたね。JR の柏駅前もそうですし、この西鉄の柏駅前も、本当にどん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 人がね、うん、これ、うん、撮ってくれてるのか、うん、次の人のためにピント合わせてるのかどっち？ピントだとしたら、うん、僕らのサイズ合わせたら多分合わないですよ、はい、結局このいろいろ遠近法とかもね、いいですね、だいぶちっちゃいですから。ピントはどっちで突っ込まれた瞬間にやっと笑いながら顔をちょっと見せてくれましたけども ね、はい、いや、ありがたい、こういう、ね、はい、男性の方もね、近くで見ていただきまして、端っこには大御所みたいな方もいますよ、はい、スーツで。あ、すごいですね芸能プロダクションの社長みたいな感じですけど ね、 いいね。もしかしたらこのカンベガールズの事務所の社長かもしれないですよ ね、 ね、変な写真撮ろうとしたらすぐね、社長が撮るいや、歌詞にはいろんな、しかも今日はお子さんたちがさ、ハロウィンの仮装して、ね、あ、可愛らしいじゃないの。ハロウィンですよ、皆さんね。ちょっとね、まあ、冷え込んでおりますけども、はい、昨日まで結構夜も雨が降ってましたが、はい、よかったですよ、雨も止みまして、ね、あ、こんないい天気で漫才ができますから。雨天結構って書いてたんでね、これ雨だったらもう地獄ですからね、地獄ね、皆さんも我々も地獄でしたからね。本当よかった、よかった、よかった。じゃあちょっと漫才でも、そうですね、で見てもらいましょうか、はい、改めましてブルーリバーと申します。よろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとう、熱烈なファンの方がありがとうございます。ありがたいね、もうありがたい、脱毛までしていただいて、いや、改めて思いましたね、はい、おじさんにしか人気ないの。そうですね若い子必死で探しましたけども、前の方、ああ、いらっしゃいました、若い子が。ああ、いました。あ、よかったですね。よかった、よかった。まあ、でもあのハロウィンですからね、もう、うん、今週末も盛り上がってるんじゃないかなと思いますよ。そうね、確かにね。ただなんか皆さんね、あのハロウィンのね、楽しみ方がちょっとね、変わってきてるなと思って。楽しみ方が、本来は、うん、あの子供がこう家々を回ってね、はい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 、仮装をして、うんうんうん、お菓子をくれないといたずらするぞって言って、で大人がお菓子を用意して、はい、はい、渡す祭りやったのに。なんか海外ではそうやってみんなで盛り上がるお祭りですよ。誰も今はもう本当若い姉ちゃんがいろんな、今年であんなコスプレするって、確かにね、エロい格好してクラブでね、テキーラ飲むみたいになってる。いや、まあそれだけじゃないと思いますけど、うん、ね、何年か前はもうブルーゾンチェイミーが街に溢れたっていうね。そう、その時流行った芸人さんとかのね、そう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 、真似されるみたいな、
ね、街で練り歩くみたいになってるんです。でも本来は今日みたいにお子さんたちが仮装してよ、ね、そうなんでやっぱちゃんと今日ねお子さんもいらっしゃいますんで、ハロウィンとはこういうものだぞと。いいじゃないの、お子さんがこう家を回るんだぞっていうのをね、まあ、教えてあげようかなと思って。ああいいじゃないですか。であなたあの大人になってあのお菓子用意して。あ僕がね大人ね、僕あの回ってきますんで、色々了解しました。いたずらする僕ん家に来るわけね。わかりましたまだかな子供たち。ピンポーン、はーい、ハロウィンなのでお菓子をもらえる。おじさんなかなかのじじい。お菓子をもらえる、お菓子をもらえる、もう配給です。お菓子と温かいスープ。温かいスープじゃないです、はい、それだからもはや配給ですから、はい、おじさんじゃなくて子供たちが元気にみんなでやってくるやつ。ま、ピンポーン、はーい、ハロウィンなので知らない人からタダでお菓子がもらえるということでやってきました。言い方、いやそうですけどね、家族総出です。いや家族、お父さんとお母さん帰りなさい。温かいスープ、さっきのおじさん配給おじさん、はい、いや違う子供がみんなで、子供たちが来るやん、はい、家族でみんな恵んでくださいの日じゃないから。配給じゃないです、配給じゃないです、温かいスープはないです、お菓子ですから。ピンポーン、はーい、ハロウィンだ、お菓子をくれないといたずらするぞ。やめろ、お前の名義で勝手にクレジットカードを契約して限度額いっぱいまで買い物をしてやるぞ。いたずらのレベル、いたずらのレベルが大人の犯罪のレベル。それ違う子供らしい落書きとかそういうやつや。ピンポーン、ハロウィンだ、お菓子をくれないといたずらするぞ。やめろ、お菓子くれ。よし、じゃあこのクッキーあげよう。わーい、クッキー大好き。うん、おいしい、おいしいか。ハロウィンだ、お菓子をくれないといたずらするぞ。ちょっとチョコレートがある。わー、チョコレート大好き。うん、そうか、おいしい、おいしいか。ハロウィンだ、早めいつまで人んちの玄関で寝ぶるな、汚ね、つけるなよバカ。インターホンのところチョコレートつけるな、バカ、誰、汚ねえな。違う、もらったらありがとうって帰っていくわ、いつまでもいいよ。ピンポーン、はーい、どうした、ハロウィンなので、お菓子をもらいに来ました。人見知り人見知りのやつは一人で来るなよ、群れの一番後ろで来いよ、お前。戦闘できてしまいます。全然ダメよ、まあでもどっちかというと子供じゃなくてね、僕はもう大人なんで。ああ確かに、お菓子をあげる方なんで、ちょっとあげる方の大人側やってもらっていいですか。大人側できる、子供になって。子供ね、僕待ってますね。わかりました。よし、行こう、ハロウィンだ。何しちゃった、母さん服を着て、母さん服を着てじゃない、バカタレよ、なんだ急に、バカ野郎、お前急に開けるんじゃないよ。こういうアットホームなところでやるネタじゃないよ、お前。これ何なの、母さんって。そろそろ子供たちが来るかもしれないな、プレーを楽しむ。ド変態やないか、お前バカタレ。全然ウケんやないか、お前おじさん、私今日の目の前のおじさんたちだけや、お前バカタレ。そんな子供らしい、お菓子用意して待ってる。そうや、そろそろ子供たち、ガチャ、ハロウィンだ。来たな、用意してるぞ。本当？はい、おはぎ。うわ、やった。はい、羊羹。うわ。はい、大福。和菓子。いや、和菓子は子供喜ばんやろ、お前。おはぎってお前渋すぎるな。何？子供が喜びすぎる。和じゃないや。和じゃないやつや。子供たち、そうそう。ガチャ、ハロウィンだ。用意してるぞ。本当？はい、フレンチクルーラー。はい、ポンデリング。はい、オールドファッション。ミスド。ミスドバッキサラ。いや、皿はいいよ、お前。ポイント貯めて当たるやつ懐かしいな、お前。お菓子はいい。子供たちはいろんな種類が食べたいから。いやガチャ、ハロウィンだ。用意してるぞ。本当？はい、8分の5チップ。うわ、はい、ねるねるねるね。うわ、はい、わたぱちくん。懐かしお菓子シリーズ。見たことねえよ、もう今。フィリックスの10円のガムのやつあるけどよ。占いになっとって、結婚20丸、三角とかなっとって。お前は結婚はパツ。なんなんそれ、懐かしお菓子、8分の5チップなんかもう未来やろ最近よ。ハロウィンこんな感じで楽しんでください、ね、違うわ、もうよか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、気づけば、たくさんのお客さん来てくださいました。ありがたいね。よかったです。ネタ中に割れなくてよかったです。いや本当、終わったよっていう合図のね、教育が行き届いてます。ありがとうございます。あれはイベント自体はまだまだ、まだまだありますから、はい、8時まで、8時までやりますよ、ね、この後は一旦仕事行って戻ってきてまだ会ってるんですよ、ね、会ってますから、ね、いやありがたいね。あれ、お兄さん上着脱いだってことは、あれ、お目当てがそろそろ来るってこと、まだまだ、ね、まだ本当ですか、前座はこの辺でみたいな。お目当てね、あ、お目当てね、中西さんがね、うん、いやここだから僕らみたいな漫才もあればさ、この関連ガールズみたいなアイドルも来たり、で歌を歌ったり、中西さんの演奏があったり、幅広いですよ、ね、いろんな料理とか食べ物とかもね、すごかったよ、そこもいっぱい行列、ね、
諸先輩方のね、はい、マダムの人たちのさっきね、いろんな踊りとか手話とか、手話とかで、ね、ダンスがあったりとかフラーダンスみたいな格好でね、そうそう、あの楽屋が一緒でしてね、うん、そう、あの20人ぐらいね、先輩方が入ってきて、うん、着替え出すんで ね、 ね、ちょっとね、うん、別にね、そうそうそう、見たくはないんですけど、いるのもどうかなと思って、いや確かにね、じわっと出ていって、確かに、ね、いや、おるよ、お前、やめろ、お前、ちょうど来たよ、あ、よかった、危ない、お疲れ様でした、先輩、お疲れ様でした、ね、いやー、いや、いきなり着替えられた時にはね、びっくりしたし、ラッキーでした、ラッキーでしたよね、で、今日のギャラということでね、そうね、ありがたいですね、塾女の着替えと同じ楽屋っていうね、ああやって自分の奥さんも恥じらいがなくなっていくのかなとは思って。堂々と着替えられたんでね、うん、我々の方が外に出ていくってなかなかないですよ、うん、でもやっぱりね、うん、女性だなと思いました、あのこう衣装の帽子とか、これ斜めにかぶるとまっすぐどっちが可愛いとか言ってましたんでね、いやいいね、そしたらなんかリーダーみたいな人が、いや全員揃えてもらっていいですか、いやいや真面目リーダー真面目、うん、オリジナリティを出さない、いやまあ確かにね、うん、いやでも色がいろいろ分かれとったりしてさ、なんかああいうのも皆さんずっと練習して練習してそうですね、やられてますから、いやありがとうございます、ここ写真撮ってくれてありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、まあでもいっぱいまだまだありますのでね、そうですよ、はい、皆さんね写メとか撮っていいですよ、ね、ガンガン撮って、あのブルーリバーが歌詞でやってたっつって、そうです、我々はね OK なんですけど、はい、そうそう、アイドルとかダメです、アイドルとかね、まあ、中西さんとか NG かもしれませんけど、我々おじさんは OK なんです、ね、我々おじさんはもう全然 OK ですから、今写メ撮っていただいて、はい、もうブルーリバーが歌詞におったっつって皆さん、うん、SNS に拡散してほしいって言おうと思ったんですけど、 SNS おそらくやってね世代がいってますやったやった、あでもね結構いいカメラを皆さんね、ほら皆さんハガキになるんじゃない届く頃にはもう来年のパターンあるかも、ね、すごいですよ、でも、うん、皆さん SNS、ね、ありがとうございます、いいカメラで、まあ、お目当ての方が終わったら皆さんね、うん、譲り合って、そうそうキッズのダンスの時とかはね、そう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 、親御さんもやっぱりね、そうやっぱ一番前で見たいけどさ、うん、後ろから子供たちのね活躍を取ろうと思ったら全部おじさんの頭がちょっと入るっていうのはね、そうですね、これも地獄ですからね、はい、そこ譲り合い皆さんしていただいてね、うん、みんなでこう楽しめたらなと思いますんで、はい、そういいカメラで撮ったやつとかなんか僕らのツイッターとかに送ってくださいよ、ちゃんと、まあこの前ドームで撮ったの、あこの前ドームでね撮ってくれたの、いや友達かいきなり喋り出しやがってあなたが話が出たでしょ、いきなりこの間ドームでいけない、いや覚えてます、ね、ヤフオクドームリレーマラソンに ね、ありがたいですよね、写真を送ってくれてありがたい限りです、はい、でもまだまだお店もね、はい、ありますし、時間もちょうどそうですね1時過ぎましたから、はい、ご飯がねさっきまで行列でちょっと買えなかったっていう方とか、ごちそうマルシェっていうぐらいなんでね、そうですそうです、ごちそう楽しんでいただきたいな、カッシーのお店がいっぱい出してますから、今日ここで初めて食べたってなったら、はい、店舗の方にもね後日またお店にね、はい、ゆっくり皆さん行っていただいたり、はい、先ほど我々あのライブライトさんというところであのたい焼きをね食べさせてもらったんですけども、こんくらいちっちゃいたい焼きね、ちっちゃいたい焼きがね自分がでかすぎるのかなと思いました、違いますよ、ああいうやつなんですよね、で今日だけ特別に中身に、そういつもはなんかあの小さいのは皮の生地だけで焼いてますけども、そうそう今日は特別にそれに中身をちょっと入れてますっていうので、ね、入っとるのが当たりみたいな、当たりがあってね、そういう楽しみ方もできます、そうそうそう、皆さんいっぱいね、美味しかったですよね、たい焼き、いっぱいお金の方を使っていただいて、そうですね、はい、すごく盛り上がってね、はい、また来年もね、このごちそうマルシェに我々呼んでいただけるようにまた頑張りましょう、僕らですね、FBS 明太ワイドっていう番組とですね、土曜日の深夜にですねテレキューでチラチラパンチというですね、全然エッチじゃない番組をやっておりまして、はい、皆さんチラチラパンチ見たことあるよっていう方いらっしゃいますか、あるよ、わー奇跡的な数字今日でも歌詞結構言われたのがラジオ聞いてますって言われてね、あそうそう KBC ラジオ、ラジオも KBC ラジオでね、水曜日の夜と木曜日の夕方、はい、あラジオ聞いてくれてますか、ありがとうございます、わーありがたいね本当に、ラジオも出ておりますんで、そうです、よかったらね、はい、そちらも聞いてみてください、よろしくお願いいたします、じゃあ我々そろそろ、そうですね、寒いんで僕病み上がりなんでそろそろ帰らせていただこうかなと、はい思いますんで、またね、歌詞に読んでもらえるように、はい、続きイベントは楽しんでください、ね、はい楽しんでください、はい、以上ブルーリバーでございました、皆さんありがとうございました、はい、お邪魔いたしました、ありがとうございました、ブルーリバーの皆さんありがとうございました。